こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、和メタルポップの、曲作りの続きです、B メロなんですが、最初の B メロなんですが、ギターを1個入れたのでもう1本入れたいと思いますが、ちょっとアレンジを変えたいと思います。そこでですね、このはい、このルーツロックのギターを、ハードロックに一旦まずコピーします。はい、コピーしました。で、ですね、このルーツロックの方はこれを最後のこれを消して、で、こっから先、はい、これを、音離れちゃった音、はい、これをですね、一小節ずらしたいと思います。こんな感じですね。はいはい、これでちょっと聞いてみたいと思います。最初から、おっと、システムオーバーロードになっちゃった。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。もう Mac 買い替えなきゃダメだな、これ。ダメだ、これ。もう、作業をやってる最中からこんなことじゃもうダメだ。もう Mac 買い替えよう。はい、Mac 経費で買い替えます。はい。じゃあ再生。あ、まただ。もうダメ。もう嫌。もう嫌。Mac 買い替えよう。Mac 買い替えよう。Mac 買い替えよう。どうしようかな。サファリ落とすか。サファリ落とそう。サファリ落としちまおう。はい。落とす。サファリ落とす。落ちましたね。はい。じゃあ、もう一回行ってみます。はい。さっきから音しか聞いてないでしょ、皆さん。はい、いきますよ。はい、こんな感じですね。はい、ボーカルちっちゃい。ボーカルちっちゃい。上げる。はい、もう一回。こんな感じですね。これボーカル もうこれ以上上げられないですね。じゃあ他を下げましょうか。ねえ、他を下げましょう。はい、これもゼロ。はい、あ、こっちか。これもマイナス3。あれ、3マイナス3で、こいつが、そう。7.5 ね。じゃあ、7.5。あれ、7.5 にならない。7.5になれ。なんで 7.5 にならないの？ちょっと、あれ？おかしいな。まあいいや、これぐらいで。はい。はい、もう一回聞いてみよう。はい、こんな感じですね。はい、まあとりあえずこの音量いってみましょうか。はいはい、じゃあ今回はこれに、この程度にします。次はベース入れたいと思います。次回はベース入れたいと思います。はい、それでは今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。